はい、というわけでございまして始まりました「音合カップ」、いよいよ上半期のファイナル、音合カップグランプリ、開催させていただきます。 MC を務めさせていただきます、ミューディア事務局のチョロです。よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして早速ね、この、番組の、コメンテーターでもあり、一緒にねミューディアと一緒に開催させていただいております方をご紹介させていただきます。はい、ミュージックスクール音合の校長、池珍先生です。よろしくお願いします。どうも皆さん、どうも池珍です。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。今ね、さっきピアノ弾いてたと思うんですけどね、大きすぎて拾ってなかったです、ズームが。どのピアノが？今、右の方。これ？これ？ああ、よかったよかったよかった。ありがとうございます。大きすぎたらなんか拾わなかったりするんですよね。ああ、そっか。じゃあ、ボリュームこのぐらいだったらどう？これぐらい。オッケー。ありがとうございます。池珍先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけどね、池珍先生、簡単にご紹介させていただきます。お願いします。はい、ドラムや鍵盤など、プレイヤーとしてもアレンジャーとしても活躍されておりまして、1995年には、ワーナーよりメジャーデビューするなど、長年音楽業界に携わり、現在は音楽スクール音合の、校長先生として、活躍されている方でございます。池珍先生、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。まずはね、池珍先生の、勤める音合の、CM が、ありますので、ご視聴の皆様一旦そちらを見ていただければと思います。ではご覧ください、どうぞ。でもすごく楽しいレッスンで、自分のわからないところとかもどんどんこうだよって教えてくださって、でもっとこうした方がいいっていうアドバイスとかも本当に的確で、すごく私のためになったレッスンでした。どうも、音合の校長をしてます池田成人です。僕は講師をしてて、生徒さんがご自分の中で新しい自分を発見できたと思ってくれたその瞬間、それがめちゃめちゃ嬉しいです。皆さん一緒に音楽を楽しみましょう。お待ちしております。はい、というわけで見ていただきました、ミュージックスクール音合の、PR 動画でございますが、簡単にですね、池珍先生、音合の、ご紹介いただけますでしょうか。はい、川崎市の登戸のですね、駅からですね、徒歩2分で、来れるところにある音楽スクール、あと語学もやってますけどね、音楽と語学のスクールで、音合と言います。今、チョロさんはね、音合って語を伸ばしますけどね、音合と切ってくれる。すみません。なってしまうんですよね。いや、だってどう見たって、音と合なんだから、音合って普通言うよね。外国の人だって絶対そう言うからね。あ、そうですね。間違いじゃないんですよ。はい、ありがとうございます。でね、今ね、本当ね、ちょうどね、うちのね、講師のね、方たちでですね、素晴らしい講師の方がね、いてですね、ウクレレとかね、あとアコギの弾き語りのなんかグループレッスンを、ね、今ちょうど募集し始めたので、よかったら体験レッスンしてください。オンラインもやってますんでね、ぜひよろしくお願いします。はい。ミュージックスクール ONGO で音合、検索していただければ音合のホームページが出てきますので、はい、そちらから、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、では、このね、音合カップのちょっとご説明に戻らせていただきますが、この音合カップはですね、ご視聴の皆様の、参加型のイベントとなっておりまして、これからご紹介させていただく、アーティストの、ミュージックビデオや、ライブ映像なんかをね、ご視聴いただきまして、ミューディアサイトにて、皆様が良かったなと思ったアーティストに、投票していただくという感じのイベントになっております。でですね、本日はこの上半期の、グランプリ、という感じで開催させていただきまして、本日の、6組の中から、見事に視聴者様投票1位になりますと、池珍さん監修音楽作曲チームによる、楽曲提供のプロデュース、もしくはアレンジ提供、という感じの、得点が得られることになっております。はい、という感じでですね、ご視聴の皆様の投票がとても大きな力になるイベントになっておりますので、ぜひ、まずはね、動画を楽しんで、投票をしていただければなと思います。はい、でですね、投票の締め切り時間に関してです。投票の締め切り時間が本日の24時、深夜の24時までが投票の締め切り時間になっております。でですね、ここで注意点になります。投票の締め切りギリギリの投票となりますとですね、例えば電波が悪くて投票が間に合わなかったりということも考えられますので、できるだけお時間に余裕を持っての投票をよろしくお願いいたします。でですね、投票の方法に関しましては、ミューディアのこの投票のイベントページ、ちょっと下の方に行くとですね、イベント詳細のところに、投票方法はこちらという感じで書いて、URL のリンクが貼ってありますので、そちらを見てみて、投票していただければなと思います。はい、というわけでございまして、長々と説明させていただきましたが、本日ご出演いただくアーティストを、どんどんご紹介させていただきたいと思います。はい、というわけでございまして、まずトップバッターで、ご紹介させていただくのがバンドですね、はいこちらの番組にもご出演いただけますのでお呼びしたいと思います。ではお呼びします。クラリアの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速なんですけど、クラリアの方からバンドの、紹介をいただければと思いますが、お願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。私クラリアのボーカル大志郎と申します。はい、私、ギターの小太郎と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、すみません。いえ、と思います。横浜を拠点に活動している5人組のね、歌物のギターロックバンドとなっておりまして、我々アニメとのタイアップを目指して活動しておりますので、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。また別件なんですけどね、エマージェンザ、オンライン、っていうイベントがミューディアで、開催されてまして、そちらでもグランプリを取ったアーティストバンドさんでございますね。はいもっと言うとですね、明日、また別の番組で、ミューディアの番組で、そうなんですよね。はいバンドでございますので、ぜひね、ちょっとこの機会で、なんですけども、はい、よかったら明日の、21時から、番組配信させていただきますので、そちらをご覧いただければなと思います。はい、というわけでございまして、本日いただいている楽曲、ご紹介させていただきますが、杯という楽曲いただいております。はい、こちら、どういった楽曲なのかお伺いできますでしょうか。はい、この杯はですね、まず今は亡き僕の父に向けた、曲となっております。で僕もですね、父もお酒が大好きだったんですけども、結局ね、こう一度もお酒を飲むことがなく、死別してしまったということだったので、皆さんもね、大切な人を思い浮かべながら聴いていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ご視聴の皆様も早速聴いていただきたいと思います。クラリアのミュージックビデオ、杯です。聴いてください。どうぞ。暑い夏の夜、トラックの荷台に大きな脚立を乗せて、ヘッドライトつけて無邪気に笑うあなた、古着の匂いにバレながら、大きな背中を追った走った小さな歩幅、黄泉の国があるとして黒いベッドに貼り付けられた枝のような手足、消毒液の匂い、少し冷たい空気。明日を捨てずに使い続けてた天敵がしみる傷は抑えてた立ち上がる頃と違うこと分かってるのに、声を聞くだけで力をもらえたよ。早すぎた別れ、これからって時には黄泉の国があるとしても、まだまだ先のことになるけど、もしも願いが叶うのならば同じ策を囲んで最初の悲しみだって喜びだって全てを背負い歩いてくから今も「抱いてくれてる空に届かせてみせるって」「約束の杯を交わすよ」はい、ありがとうございました。聴いていただきましたクラリアの杯という楽曲でございましたが、早速池珍先生いかがでしたか？いや僕ね、この曲ね、もう前回の時からもそうなんですけど、もう多分ね、もう多分5、6回は聴いてると思うんですよ。だからですね、うん、あのさ、やっぱこれ聴けば聴くほどすごいね、この曲ね。いや、こういう曲を作れちゃう、何この人たちみたいな、ちょっとごめんね。すごいなと思って、あのね、ちょっとね、すごい大きな特徴なんですけど、この曲さ、あれですよ、まず歌詞がすごくいいですよね。うん、もうグッとくる。これ歌詞って作られたのって。そうですね、僕が。はい。そうですね。はい、大島さんですよね。ですね。いやー、グッときますよね。これちょっと泣きそうになるのを僕は何度も抑えちゃう感じになっちゃうんですけどでもまあやっぱね、これ本当に歌詞がいいっていうのと、あとね、すごく大きな特徴として、これ曲を作られたのは、いや、この曲僕はですね、私じゃなくてもう一人興味ないギターの、ゆうきが作曲をしまして、で、アレンジのなんて全体的なサウンドプロデュースの監督みたいなのが僕って感じです。あー、じゃあちなみに最後の方のコード展開とかっていうのは、はい、あれは西谷君、そのゆうき君ですね。全体的に、考えてます。僕でこの曲すごいなと思ったのって、まず「杯」って歌詞あるじゃないですか、これ意味ね、いわゆるそのかわそうっていうお父さんとね、まあ、でもその多分大志郎さんがさ、まあ、そういう結局その杯が交わせなかったみたいな。でこれね、曲がですよ、これずっとねサブドミナントっていうさ、まあ、F シャープのキーなんですけど、ずっとサブドミナントでいくんですよ、ずっと。で「デレレレレ」ってずっと、ね、もう絶対ずっとこれでいくんですよ。ところがね、B メロもサブドミナントなんですよ。でサビで「でサビの頭またサブドミナントなんですよ。でとにかくずーっとサブドミナント、ギターソロもサブドミナントで、最後コードがガンガン展開して「きたきたきた」って言って、さあ最後さすがにハッピーエンドでいくんだろうと思ったら、またサブドミナントなんですよ。要するにサブドミナントってすごく僕ら日本人にとって何て言うのかな、切なさとか、そのなんかどうしようもできない感覚っていうのをすごくこう引き立たせるコード感なんですね、いわゆる。でじゃあ一番最後にさ、それでじゃあ絶対最後めちゃめちゃバンドがさ、もう狂ったかのようにグワーって劇場するかのようにサウンドするじゃないですか、ソロでね、アウトロで。で最後に終わるのかなと思ったら、やっぱり最後はフェードアウトするんですよ。いやどういうことかっていうと、多分ねこれね、お父さんとの杯ってまだ交わしてないわけじゃないですか。まあ、嫌な言い方しちゃうと、まあ、大志郎さんが、まあ、この先ね、そういう亡くなってあの世に行ったら交わせるわけですよ。だからまだ生きてる側としたら続いてるんですよ。これがこの楽曲に生かされてる。これ誰が考えたのこれ、こういうことみたいな。やっぱこれバンドで結構練ったでしょこれ。まあそうですね、なんか今後の自分たちにつなげるというかみたいなところは最後の終わり方としては意識して、そういうつながってるって感じなのね。ああもう素晴らしいですね。ちょっとね僕が喋っちゃうと多分番組終わっちゃうんで、長くなっちゃうんでせっかくだからさ、そのクレイヤーさんね、明日のこともあるんでね、もうバンバンちょっと宣伝してくださいよ。はいね、ありがとうございますわかりました。じゃあちょっと僕から、宣伝をさせていただきます。まず今回出場させていただいて本当にありがたくて、今回グランプリをいただけると楽曲プロデュースの機会をいただけるということなので、まず東京の方いただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。で、冒頭もご宣伝をしていただいたんですけども、我々から2点宣伝がございまして、まずですね、この杯をリリースした後にまた MV をリリースしてまして、あんまり月が綺麗なものだからというのを、新たに YouTube の、我々のチャンネルに載せているので、はい。ぜひご視聴いただけますと幸いです。あともう一つ、ちょっと、エマージェンザ決勝大会ということで、冒頭にも、ご紹介いただいたんですけども、この度ですね、メディアからの、オンライン予選を勝ち上がって、決勝大会に出場できることとなりました。で、7月9日にですね、横浜の1000クラブという、キャパス1000人の大きなライブハウスでライブができることになりましたので、ぜひご来場いただけると幸いです。Twitter の DM でのご連絡をお待ちしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。Twitter の DM で予約受付がされているということですかね、7月9日から。はい。はい、ぜひ、クラリアさんの Twitter アカウント、チェックして、ぜひね、エマージェンザの、決勝、遊びに行っていただければなと思います。はい、というわけでございまして、クラリアのお二人、本日はご出演いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、改めて、ご紹介させていただきましたトップバッター務めていただきました、バンドのクラリアさんです。楽曲がミュージックビデオ「杯」という楽曲をご紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。では、続いてのアーティストさんご紹介させていただきたいと思います。続いてのアーティストさんが、シンガーソングライター、京都出身、京都在住の方でございます。大山洋平さんです。ご紹介したかったんですけども、本日ちょっとご都合が合わず。マジっすか。はい、まあでもね、大山さんはね、毎回そうですけどね、めちゃめちゃお忙しい方なんですね。そうなんですよ。はい、前ほらそのああいうのさ別番組でも一回出ていただいてね、僕それアーカイブ見たんですけど、はい、本人はね本当時間さえ合えばねめちゃめちゃ出てきてくださる方なんで、そうなんですよ、そうなんです。ですでいうわけでございまして、本日も、楽曲はいただいております、楽曲がですね、こちら僕がね僕は初めて聴く曲なんですけども、僕もです。あ、そうですか。はい。知らないです。はい。ジェリービーンズという楽曲、はい。大山さんのオリジナル楽曲でいただいておりますので、そちらご視聴いただきたいと思います。では聴いてください。大山洋平さん、ジェリービーンズです。どうぞ。新しい季節が鮮やかに街を染める、おろしたてる染めを灯しはい、ありがとうございました。聴いていただきました大山陽平さん、ジェリービーンズという楽曲でしたが、池陣先生いかがでしたか？やっぱさ、毎回言ってるけどさ、大山さんってさ、大山さんだけじゃないよ。要はさ、こう音楽でもね、皆さん音楽カップでずっとこう参加された方たち、皆さん同じこと言えるんですけど、やっぱね、こうやってね、残られる方もさ、特にですよ、特に。やっぱさ、それぞれ歌ってる声がさ、なんつ、声だけでさ、もうなんか、いろいろイメージさせられちゃうぐらい、声に特徴があるとか、いい声の方多いですよね。もう大山さんはさ、とにかくこの声がさ、やばいな、このまま、ほんとすごいな。でさ、大山さん、ほんと僕、まあ、とにかくお会いしたいんですけど、まだね、ちょっとあちらの方でもね、まだちょっとスケジュールがまだ合わなくてね、オンラインもね、ご対面させていただいてないんですよ。あ、そうなんですね。僕、話したことないんで、めちゃめちゃ聞きたいこといっぱいあって、例えばさ、この頭のさ、この、新しいって、このさ、これ G のコードなんだけど、このね、いわゆる和音の中にない音から入ってるんですよ、メロディーが。拍の頭に、でーらーって、でーってこれ、ない音なんですね。でこういうのってね、なんかね、異音っていうんですよ。こうやって僕今これ書いてきましたけど、皆さんね、異音っていうのね。そう。で、逆にね、これ一音っていうのもあって、なんかこう、G の次 C っていくとするとしたらさ、G の中の、いわゆる構成音じゃない、いわゆる最後 C だから C の音ね、ドミソ。はい、ドミソの中のその音が先に出てきちゃう。G の時に。ラーラーとか、ラーラー、ラーラー。なんかそういうのをさ、また一音って言ったりするんですけど、このね、大山さんのこの曲ね、多いんですよ、それが。で、それってね、いわゆる昔からね、いわゆるそういう作曲家の人がね、なんかポップスの世界で、なんかすごいいい曲っていうか、なんかレコード大賞取るような曲を作る作家の人たちがみんな同じこと言ってて、はいはい、そういう音を曲の中に入れると耳障りになるんで、めちゃめちゃやっぱりね、こういいらしいんですよ。でもね、この方ね、それをね、僕ね、多分感覚的にやってんじゃないかなと思って、計算じゃなくて、そうだ、そのあたりちょっと聞きたかったんですけどね、またちょっと早くお会いしたいなっていうね、はい、はい、素晴らしいです。はい、ありがとうございます。改めて、ご紹介させていただきましたのが、大山陽平さんの楽曲、ジェリービーンズという楽曲をご紹介させていただきました。大山陽平さんの楽曲ご視聴いただきありがとうございます。続きまして、3番目のアーティストさんでございます。こちらもシンガーソングライターさんでございます。はい、なんかもう僕はね、すっかりおなじみの方になってしまってるんですけども、はい、番組にもご出演いただけますので、お呼びしたいと思います。haru kobayashiさんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、haru kobayashiです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。改めて、haru kobayashiさん、ご視聴の皆様に向けて、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、京都で音楽活動中の盲目のシンガーソングライターharu kobayashiでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。早速ね、楽曲ご紹介していこうと思いますが、本日いただいているミュージックビデオ1球という楽曲でございますが、こちらどういった楽曲なのか、どういった動画なのか、お伺いできますでしょうか。そうですね。haruは人生とか人間とか命を歌っております。まあ人生にちょっと悩んだりしたときに聞いてもらえたらいいかなと思いで書きました。一級よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではでは、ご視聴の皆様にも早速聞いていただきたいと思います。haru kobayashiさんのミュージックビデオ一級です。聞いてください。どうぞ。不器用な私はい、ありがとうございます。聞いていただきました。春小林さん、一休という楽曲でございました。池陣さん、いかがですか？いや、相変わらずこの曲いいですね。これね、このさ、はい、しかもやっぱ、まあ、さっきも同じようなことを言っちゃってますけど、やっぱこのまた春さんの声もいいんだよね。これさ、本当に。どうやったらこういう声になるんですかって、まあ、しょうがないよね。普通の人がなんて生まれ持った声だもんね。でもやっぱりね、すごく歌をずっとちゃんとやってた人じゃないとこういう声にならないですよ。なんかね、やっぱ説得力もあるし。いやー、素晴らしいですね。でさ、ハルさん、これちなみにこの曲っていつぐらいにできた曲なんですか、これ？原曲は2019か2020年ぐらいです。あ、そうなんですか。本当いいメロディーですよね。で、多分これアレンジされた方、ちゃんと多分ハルさんのお気持ちを汲んでアレンジされてると思うんですけど、例えば僕だったらさ、これさ、本当にこういう音楽のジャンルって今世の中にあんまりないんですよ、実は。ちょっと レゲトンって言ってさ、ダンタツダンダンタツダっていうさ、なんかちょっと TikTok なんかでもそういうリズム感のやつは結構あるんだけど、こういうちょっと「チャララララ」みたいなちょっと拳が入りそうな、なんかちょっとなんつうのかな、インドチックっていうか、ちょっとスケールがちょっとそっち系のさ、意外と昔の異邦人みたいなね、そういうのないんですよ。だからもしこれが変な話、ちょっとボカロとかああいうので出てきそうなアレンジをされたら、俺これとんでもなくまたそれはそれで、いやこれね、本当にいい曲だなと僕思ってちょっと聞かせていただいてたんですけど。もともとストロベリーが歌ってたんですよ。今視聴者もびっくりしてる。これ視聴者の人分かんないと思うけど、ストロベリーズっていうね、ハルさんのね別のユニットがあるんですよね。はい。そうそうそう、小学生の女の子がねボーカルの。はい。はい。これ歌詞とかもそのままで歌ってはったんですか？ストロベリーズでも。そうです。ちょっと俺それ知らないな。いい曲だったので僕が歌っちゃった。お父ちゃん取り上げたんですね。でもほらね、うん。あと、いやその歌詞の内容からしたらさ、まあもちろんストロベリーちゃんが歌うのもいいんだけど、またそれはそれとしてさ、ね、ハルさんが歌うのもまたそれはそれとしてすげえ説得力があるから。だってなんつったってハルさんもともと僧侶さんですからね。現役の。そうです。浄土真宗ですから。言っちゃっていいですよね、別にね、これね。そうですよ。いや、ちなみになんですけど、今日今ね、ハルさんが召されている着物というか、それって衣装のやつじゃないんですか？そうですね、これ一休の時にの MV に時に。あ、そうですよね。これってポンチョな何なんですか、これって？トンビコートですね。ああ、これいいよね、ジョーさんね。何ですか？わかんないです。トンビコート。大正時代に流行った。ああ、いや、それね、めちゃめちゃいいですよ。そうらしい。そのキャラクターめちゃめちゃかっこいいですよね。そうそうそう。ちょっとマントみたいで。やっぱジョーさんもそう思いました。思いました。ああ、いいですね。なんかもうそれでずっと言ってほしい気もしますけどね。これはな。ある方のリクエストで今日聞きました。ある方のリクエストで、あ、そうなんですね。ある方です。はっきり言えませんけど、ある方が。もしかしたら奥様かもしれないですね。ストロベリーちゃんだな、きっとな、これは。はい、わかりました。ありがとうございます。では、最後にね、ハルさんの方からご視聴の皆様に PR をお願いしたいんですけども、お願いできますか？まず6月26日にイベントに出ます。そこで歌います。それはハル&ストロベリーで歌います。で7月、8月はまだ決定しませんが、ちょっとライブ2回ぐらい出たいなと思ってます。で9月の4日はレコ発ライブです。レコ発すごい。で10月の8日は千葉県のイベントで歌ってます。はい、こっちの方来るんですね。あと、アルバムの紹介ですが、ファーストアルバム、素粒子、セカンドアルバム、歌旅、絶賛発売中でございます。詳細は、ハルkobayashiのホームページでよろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。今、表示されているアルバムですね、ハルkobayashiさんのホームページから、通販もやってるんですよね、これ。あ、そうです。はい。haru 小林さんのホームページ、見ていただければそちらでも購入できるということでございますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。ちなみにそれがすべてって楽曲はどっちに入ってるんですか？こっちに入ってます。セカンドアルバムに入ってます。あれはめちゃめちゃ天才的な曲ですね。あれもね。皆さんもよかったです。はい。でございますので、はい、ぜひharu 小林さんの、ホームページチェックして、音源を、チェックしてみていただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、haru 小林さんご出演いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、改めてご紹介させていただきましたharu 小林さんの一休という楽曲でございました。ご視聴いただきありがとうございます。ではでは、続いてのアーティストさんご紹介したいと思います。続いてのアーティストさんが、楓春人さんというアーティストさんでございます。はい、本日もね、ちょっとね、ご都合が合わず、こちらの番組にはご出演いただけなかったんですけども。ありがとうございます。楽曲がね、ミュージックビデオ「愛なんて」という楽曲でいただいておりますので、そちらをご視聴いただきたいと思います。楓春人さんで「愛なんて」です。聴いてください。どうぞ。僕は気づいてしまったんだ。揺れる心に人間の楽しみ。完全にお前に騙された。しょうもないな。そこに愛なんてなかった。愛なんてなかった。所詮人間なんて平凡の言葉まりで愛なんてなかった。愛なんてなかった。僕が死んだら何に泣くでしょ「僕は何と戦ってんだろう」「しょうもないな」「そこに愛なんてなかった愛なんてなかった」「所詮人間なんて肉の塊で愛なんてなかった愛なんてなかった」「僕が死んだら何人笑うでしょう」はい、ありがとうございました。聴いていただきました。楓春人さん、愛なんてという楽曲でしたが、池陣先生、いかがでしたか？でもさ、これさ、ちょっとさ、もうさ、楓春人さんの音楽はもう完成されてまんだな、これ。ね、うん、しかもさ、MV だってさ、もう見事に出来上がってるし。完全ですね。はい。ですよね。うん、これさ、もうあとどうやってセールスするんだって話でしょ、だってこれ。ってぐらい、まあもちろんね、いろんな僕個人的にももちろんいろんな他にもアイディアとかなんかいろいろあるはあるんですけど、でも素晴らしいですよね。うん、でやっぱなんといってもこのさボーカルの声のこの中性的というか、あ、そうですよね。はい。そう。だからそこがさ、やっぱ、まあ、これからね、ボカロとかね、まあ、いろんなの、まあ、そういう音楽のツールもある、今までいろいろ影響された人たちもいっぱいいると思うんですけど、なんか楽曲もさ、なんかトラックメーカーとかメロディメーカーがさ、やられているようなドキドキされるようなアレンジとか、ちゃんとできてますし、曲のそのラインを彷彿させるようなね、作り方もされてますから、本当にね、素晴らしいなと思って。で、特に僕がね、今回ナイスだと思ったのって、なんか歌詞ですよね。そうですよね。特徴は。うん。だってさ、だって、ああ、完全にお前に騙されたしって言って、その後なんだっけ、しょうもないなって歌詞があるじゃないですか。はい、そういう、こう、なんか自虐的になってる部分がさ、あとサビのさ、そこに愛なんてなかった、愛なんてなかったって、僕が死んだら、なんだっけ、何に泣くでしょう、何に泣くでしょうか。逆もありましたよ、笑うでしょうもありましたね。ああ、そうそう。さすがチョロさん。もうね、そういうところのね、なんつうのかな、すごいグッときますよね。うん、多分昔だったら、本当に20年とか30年前だったらってなるかもしれないけど、なんかさ、もう今の時代にも本当ぴったりというか、なんかこう来るんですよ、聞いてて、歌詞の部分がね、愛という部分がさ、なんかその、あと途中でさ、感想みたいなとこがあってさ、はい、見ました？なんかテロップみたいな、なんか、はい、愛、多分あれ愛について辞書で調べたら出てくるみたいな感じだった。おお、さすがチョロさんね、絶対そうですよね。だからね、そういうね、センスがね、まあ、本当に引き立ってるっていうか、この方、僕、本当にお会いしたいですよね。好きです、僕も。そう、クリエイターだよね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、だからもう歌詞も、もうなんか嫌な言い方しちゃうんですけど、陰キャというか、僕、めっちゃ共感できるんですよ。ああ、いや、でも多分ね、チョロさん共感できるのって、いや、僕の勘ですよ。なんかローズピアノ、ピアノがあったじゃないですか。なんかね、アレンジがね、このピアノがさ、ローズピアノって、こういう系の音なんだけど、なんかこういう、これがさ、なんかチャーチャってストロークしながら、その後、ドンタタツタタタタって、なんかちょっとアレビショっぽくなったりするんですよ。でね、こういうアレンジする人って、多分ね、ギター弾いてる人ですよ。なるほど。あ、そうなんだ。キーボーディストってこういうアレンジしないんですよ。だから僕、このアレンジ聞いたときに、絶対この方ってギターで曲作るっていうか、多分アコギだったりエレキだったりで、結構そっち寄りの方だなと思ってて、だから多分チョロさんと感覚がちょっと似てるっていうか、そっち系だと思うんですよね。なるほど。あ、そうなんですね。共感する部分が、なんかそうかなと思って。だからお会いしたいんですよ。あ、なるほど。あ、でもね、あるんですよね。そう、ギタリストが作ったんやろなっていうフレーズとかってやっぱありますよね。アルペジオの分解の仕方とか確かにそうなんですもんね。そう、ああいうことね。かっこいい。なるほど、わかりました。ありがとうございます、池地さん。はい、ご紹介させていただきました。楓ハルトさん、楽曲が愛なんてという楽曲をご紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。はい、では。続いてのアーティストさんをご紹介したいと思います。はい、続いてはこちらの番組にもご出演いただけます。お呼びしたいと思います。泉理沙さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。泉理沙です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。僕も初めましてなんですよね。はい、初めまして。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、泉理沙さんの方からご視聴の皆様に向けて、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。アニメ、ゲーム、漫画が大好きなオタク女子リチャードこと泉理沙です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、普段どういった活動されてるんですか？普段は私保育士として働きつつ、ショールームっていう配信アプリですかねの方で毎日配信させていただいております。毎日か、大変ですね。頑張ってます。はい、ありがとうございます。はい、早速ね、楽曲ご紹介させていただきたいんですけども、本日、恋色に酒という楽曲ですね。はい、こちらいただいておりますが、どういった楽曲になっているのかお伺いできますか？はい、こちらの曲、私の曲じゃなくて、チコビルハニーワックスさんっていうアニさんはメインで歌ってらっしゃる方のカバーなんですけど、青春をテーマにした曲で、ちょっと大人になると忘れちゃう青春のドキドキとかワクワクキラキラみたいな感じのイメージがすごい伝わればいいなと思って歌いました。はい、わかりました。ありがとうございます。では早速ご視聴の皆様にも聞いていただきたいと思います。泉理沙さんの楽曲で、楽曲じゃないです。泉理沙さんの、動画です。カバー楽曲恋色に酒という楽曲でございます。聞いてください。どうぞ。「ちに慣れちゃって心はおしゃべりでダメだな、こんな自分好きになれないよ。誰もがきっと変わりたって同じじゃダメだって突然立ち上がって宣言したんだ。大丈夫物語見せるよ根拠もなく。君の愛が僕色になる。昨日の未来も今日の優しさも溶けてると思う。いつも響いてまた明日へ駆け抜ける。気づけばそこにいて胸をえぐるんだ。誰かのために背伸びをして大人のふりをして隠すの大変だよ正直なハート。後ろに立ってじゃ見えない君の前へはい、ありがとうございました。聴いていただきました。泉理沙さんの、楽曲、歌唱楽曲ですね。顔色に酒という楽曲でございましたが、池中先生いかがでしたか？いやー、もうちょっとこれもういっぱいいろいろ言いたいことありますね。本当すごいな。いやー、なんかちょっとねこの間ねオンラインのね特典の方でオンラインでちょっと話させてもらったりレッスンね付き合ってもらったりしたんですけれども。いやー素晴らしいですね。本当に。ありがとうございます。さ、キンキンしてたりとかも全然ないし、なんかもうこういうの出し方が、で僕ね、すごいなと思ったの、前回の曲もそうだったし、今回の曲もさ、まあ、選曲もすごいんですけど、やっぱね、なんつうんですかね、その音飛びがすごいんですよ、この曲って。音がね、めちゃめちゃ飛ぶし、上のEとかも、ね、結構高いところ出たりするんですけど、でしかもね、テンポが185か、186かな BPM 多分めちゃめちゃ速いんですよ。でもねそれね全然ねもう大丈夫なぐらいガン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 音飛びしてるとこ歌えちゃってるし、で何がすごいかって僕ねなんかさっきもほら保育士さんって言ってたじゃないですか。ね、保育士さんやられてって、それ以外のお仕事はされてないことないですよね。そうですね、保育士だけです。でちなみに、例えばミュージカルみたいなのってやったことはないですか？そういうのはない？全然全くないです。はあ、いや、僕すごいなと思ったのって、今もそうですけど、こう喋られてる時もね、歌ってる時も、なんつうんですかね、泉理沙さんが歌うと、声の出し方もそうだけど、バーンって前向きな感じになるんですよ、音が全部。だからまあ僕がこんなこと言っちゃったら本当語弊があるかもしれないんですけど、アイドルとかの仕事したら一発だよねっていうぐらいいや本当にみんなをさ元気にさせる、なんかバーンってこうバーンって出てくるんですよ。声もそうだし、歌ってる時の表情も表現もそうだし、それがなんかこの負のオーラがないというか、曲が始まって歌いだしたらパーってこう花が咲いちゃうみたいな、わーってなる、そういう、だから元気になるんですよ。だからそれがバラードっていうか、そういうミディアムバラードだとしても、そういう声質なのか、いわゆるご本人の気持ちの部分なのか、そこがね、僕ね、すごいなーと思ってちょっと今聞いてて、ミュージカルとかやってたらまたそれはそれで相当なんかいろいろオファー来そうなのにぐらいのいや、こんなにね、負のオーラが出ない人ってあんまりいないですよ。ありがとうございます。普段から全然悲しんでないじゃんとかさ、そういうことじゃないですからね。そういうことじゃないですからね。やっぱそうか。だからやっぱ子供たちにも結構もう好かれちゃうでしょ。だと思いたいですけどどうですかね。じゃあもう素晴らしいですね。やっぱこう日頃から結構そういう歌に関してはなんか練習とかしてたりとかするんですか？なんかちゃんとなんですか、カラオケとかスタジオとか、まあ、行く機会そんなないんですけど、まあ、歌うのがもともとすごい好きなので、気づいたら口ずさんでるみたいな、お風呂入りながらとか料理しながらとかっていう感じです。そうなんですね。でもシャールームをやってらっしゃるんですよね。はい、やってます。でも、時間的にちょっとできない時とかが結構多くて、お話中心になっちゃうかなって感じです。やっぱり声を出すってことに関しては、やっぱそういうところでもやられてるんで、特化してるのかな。じゃあこれ聞いてる方たちみんなすごい楽しいでしょうね。嬉しいです。やれるでしょうね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にね、泉理沙さんの方から、ご視聴の皆様に、PR いただきたいんですけど、はい、お願いできますか？はい。はい、皆さん今日は見てくださってありがとうございます。私普段ですね、ちょっと見えるかわかんないんですけど、こちら先ほどもお話ししてくださったショールームで、リチャルームっていう名前でですね、毎日、基本的に朝が多いんですけど、毎朝配信しております。よければ遊びに来てくれると嬉しいです。Twitter もやってるので、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。泉理沙さんのね、ツイッターアカウント、あと、ショーはですね、ミューディアのアーティストページからリンク飛べるようになっておりますので、そちらから、ツイッターからショールームも飛べる感じですかね、リンクで。はい、そうなっております。はい、はい、ですので、ぜひ、泉理沙さんのツイッターアカウントをチェックしてみてください。というわけでございまして、本日もご出演いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めて、ご紹介させていただきました泉理沙さんで、カバー楽曲「恋色に酒」という楽曲をご紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。ではでは、続いて最後のアーティストさんでございます。こちらの番組にもご出演いただけますのでお呼びしたいと思います。ロミーさんです。よろしくお願いします。こんにちは、ロミーです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。早速ね、初めて見る方もいらっしゃると思いますので、ロミーさんの方からご視聴の皆様に、自己紹介をお願いできますか？はい、私は昨年、自分の心にですね、向き合うきっかけがありまして、ずっと自分の心の中で諦めてしまい込んでいた、子供の頃から大好きだった歌を歌うことにもう一度チャレンジしたいと思いまして、昨年からこの音語チャンプにチャレンジさせていただいています。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。早速、本日のいただいている楽曲ご紹介したいんですけども、ロミさんご紹介いただけますか？はい、今回歌わせていただいた曲は、私が尊敬するシンガーソングライターの星園優子さんの楽初期の頃の楽曲なんですけれども、私は星園優子さんが音楽経験もない主婦からシンガーソングライターに転身して挑戦されていく姿に感銘を受けて、私が何も行動を起こせずにいる頃からずっと刺激をくださっていた方なんです。初めてこの曲を聴かせていただいた時にすごく素敵な曲で感動して、もっとたくさんの方にこの曲を知っていただきたいなと思いましたので、今回この曲を選ばせていただきました。はい、ありがとうございます。ではでは、早速ご視聴の皆様にも聴いていただきます。スリーピンステラライトです。聴いてください。どうぞ。Sleeping starlight, 星降るように、ただ寄り添い眠る母の胸、すべて委ねる赤のように眠れ穏やかに Sleeping Starlight。はい、ありがとうございました。聴いていただきましたハロミズさんのスリーピンステラライトという楽曲でございました。生きちん先生、いかがでしたか？いやー、参った。これは参った。ちょっとマジやばいね。これすげえじゃん。すごい、すげえじゃん。だってチョロさんね、この曲ね、スリーピンステラライトって僕ね、この曲動物の鳴き声だけでアレンジしてるオーケストレーションしてるやつあるんですよ。僕見ました今日それ。見た。でこれなんでかっていうと、もともとさ、星園優子さんって、村上優子さんって昔ね、名前で別名でまあ最初やって、まあ僕の愛弟子でもあるんですけど、もう彼女がその多分ね、最初の方にね曲作り出して2曲目ぐらいかな、なんかそのぐらいで作った曲で、この曲聴いた時に、なんじゃ俺天才じゃんと思ったんですよ。いやもうね、本当にこの曲めちゃめちゃ良くて、で僕生徒さんのさ課題曲にしてるぐらいで。でそれをさ、またロミさんがこれ選んでくれたっていうのがまた嬉しくて、ほんと素晴らしいですね。はい。でね、今回って、ちなみに今回この曲、どうしてこの曲、まあ、選んだっていうか歌おうと思ったんですか？先ほど言わせていただきましたけれども、はい、すごく大好きで、この曲が。なんだろう、究極の愛の歌だなって思ってたんです。おー、そうですよね。くれたらいいなと思って。そう、いや、そうですよね。だからなんか母の愛じゃないけど、やっぱこれね、まさに今のウクライナのさ、なんかああいう戦争とかあるけどさ、もう今の時代にぴったりじゃないみたいな感じのね、僕は曲だなとは思うんですけど、でちなみにそもそも歌っていつぐらいからやられてるんですか？歌は。やってないです。本当に？子供の頃、もう本当に物心ついた時に歌ってます。いや僕ね、オンラインレッスンね、あと対面レッスンもちょっとさせてもらったんですけど、やっぱさ、その時もさ、この曲さ、もともとさ、ロミさんの歌はうまいんですけど、ちょっとその拳っていうか入るんですよね、音がね。スリーピーステステラライってなったりするんだけど、でそれをね、僕ね結構ね、できるだけ直した方がいいよってガンガン言って、でまああんまりきつくは言わなかったんだけど、結構言ったんですよね。でこれね、いきなりさ、チョロさん短期間でそれをね治ったりって普通しないんですけど、すごいですね、これ相当歌ったでしょこれ。はい、声が枯れちゃうくらい練習しました。ストレートにできるだけ歌おうと思って。ああ、嬉しいですね。拳が回ったりとか、拳自分では気づいてなかったんですけど、ターンがね、ターンってちょっとしゃくったりとかね、いろいろ気づきを与えてくださって、そう、これね、みんなにも聞いてもらいたいんですけど、例えば今の最初の「スリーピーステー」って、この「ステー」って時にさ、これコードにない音になってるんですよ。だからコードにない音って別に何でもいいっちゃいいんだけれども、せっかくそのコードにない音なので、やっぱりちょっとすごくいい感じでこの音を響かせたいわけですよ。だからスリーピーステーってステーってやっちゃうと曲がねちょっと半減しちゃうんですよね。そうだ、そういうのっていろんな歌謡曲でもいっぱいあるので、皆さんそういうとこ見つけたら、そういうとこはスリーピーステーライって、この最後のライでちょっとこう溜めるみたいな感じ。いやでもね、素晴らしいですね。ちょっと感動しちゃいましたよ。ここまで歌うことができたらもう素晴らしいです。はい。です。受けてから録音したんですけど、絶対レッスン受ける前と受けた後じゃ全然違ったと思うんです、歌が。あ、いやそんな、そう言ってもらえるとね、出てると思います。嬉しいですけどね。ありがとうございました。いえ、とんでもないです。はい、ありがとうございます。編曲もあれですよね。奥村信也さんが編曲されてるだけなんですね。最初に出てきてるんで、あ、信也さんの曲、あ、編曲してるんだと思って。はい。池人さんの相方っていうか、はい、そういった方が、はい、編曲されている方。奥村さんのアレンジも素晴らしいですけどね。そうですね。奥村さんのピアノがまたいいんですよ、これはね。はい、というわけでございまして、最後にね、ロビンさんの方からご視聴の皆様に、PR をお願いしたいんですけど、お願いできますか？現在音楽活動という活動は全くやってないんですけれども、 YouTube でカバー曲を発信させていただいています。ここでオリジナル曲制作権を、楽曲制作権を獲得して、それから音楽活動をやっていきたいと思ってますので、ぜひ投票をロミーによろしくお願いいたします。なるほど、すごいな。これでおあ、はいはいはい。YouTube チャンネルですね。はい、お願いします。あと、はい、アクセサリーブランドの R ロマンスもやってますので、よかったら覗いてみてくだはい、わかりました。はい、ご視聴の皆様がロミーさんが音楽活動するかどうかを決めるみたいな感じなんですね。結構責任重大。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、というわけでございまして、ご紹介させていただきました。ロミーさん、本日はご出演いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、ご紹介させていただきました、ロミーさんでございます。楽曲がスリーピン、ステラーライトという楽曲ご紹介させていただきました、ご視聴いただきありがとうございました。はい、というわけでございまして、この音楽カップグランプリ全6組以上の紹介となりましたが、池珍先生、最後にこれいかがでしたか、この6組。いやー、やっぱりもうなんかよりすぐりですね。でしかもさ、バンドさんも一つ、そう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 、うんねえ、いやー、ちょっとこれは激戦だね、これね、どうなるんだろう、やっべえな、これはドキドキしちゃうな。いやー、ちょっと皆さんの投票で決まりますからね。はい、本当に本当にドキドキですね。今日ちょっと俺仕事ができなくなっちゃうぐらいドキドキだな、これちょっと。大変じゃないですか、それ池先生、今お忙しいのに。本当ありがとうございます。本当にいいですね。だと音楽カップちょっと嬉しいですね。こうやって。はい、本当ですよ。うん。はい。というわけでございまして、池地先生、最後の最後の最後にいつもの。お。いつものね。いつもの。あ、いつもの。はい、わかりました。いつもの。いつもの。池地のワンポイントアドバイス。はい。いや、じゃあですね。はい。上半期最後ですからね。はい。はい。あ、そっか、音楽カップだからね。そうですよ。なんだよそれ。じゃあさ。そっか、皆さん今回出てくださった方たちはみんなできてる方たちだったんですけど、ビブラートそうそう、ビブラートみんなかけれるようになりたいっていう人いるじゃないですか。でね、結構ね、ビブラートってね、全部でね4つぐらい種類があるんですよ。そんなにあるんですか。シンセサイザーのこととかね、音をなんか楽器をなんか電気的に作ることが分かる人は分かるんですけど、はい、結局ビブラートってさ、まずほらピッチをさずらすやつ。はい、そうですね。変なし、これ早くするとってなるじゃないですか。でピッチを変換させるビブラートと、あとワウ系って言って音色、綺麗なって出したのをちょっと荒くして、ピッチは変わってないんだけど、圧じゃなくて音色を変えるビブラートと、あとね、音圧を変えるのもあるんですよ、ソウル系のビブラート。息のスピードを変えるんですね。なんとかでー。和田アキ子さんっぽいんですか？ちょっとここ揺らしたりするとなったりするんですけど。あとはね、可変ビブラートって言って、声帯をちょっとこう、動かすっていうか。結構自然にね、なんか振動で変わっちゃう、いわゆるナチュラルビブラートっていう人もいたりするんですけど。中島みゆきさんとかここか勝手に力入れるとさ、人間の手ってこうギューってやると勝手に入れるじゃないですか。はい、あれと一緒にここちょっと締めるとさ、ってこう揺れるんですよ。そういう4つぐらいあるんですけど、その中で一番ソウルとかああいうなんかリズム&ブルースなんかでやるようなワウ系のビブラート、ワウ系っていうか、あ、違うな、可変系のビブラートか、そっちの方のやつで。はい、例えばね、みんなね、練習してほしいんですけど、ディレイってわかります？反響って言ったんですかね。反響。わわわ。はい。おい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 。山田子ですね。はい。ちょっとね、これを例えばなんかのメロディーで、こんな雪にちょっとやってみ。そうするとさ、まず感覚が均等じゃないとダメじゃん。はい、そうですね。難しいですね。で、その後、強い半分ぐらい、またさらに半分ぐらい、またさらに半分ぐらいって小さくしていきたいわけですよ。難しいですね。やってみ、いや、難しい。ちっちゃくしていくのが難しいですね。もっと小さくしたいね。で、これをさ、練習していくと、それ後でつなげればできるんですよ。そうだ、これをちゃんとまず最初にみんな練習してみてください。これ結構簡単で、ビブラートのピッチのってやつもってやつって結局いきなりやったってできないでしょ、なかなか。最初にこのディレイの練習だけすると、結構ね、その後、あ、なんかできるようになっちゃったってなるんで、はい、皆さんもねちょっとビブラートの練習方法ですね、はい、ありがとうございます。はい、はいちょっとこんな感じでちょっと勘弁してください。ありがとうございます。はい、ディレイをなんか早くしていく、練習の仕方というか。そうですね。ビブラートの一つが上手くなるためには、ディレイの真似をしようっていう感じですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ビブラートが上手くなるには、ディレイの真似をしよう。はい。そうしてみよう。ね。はい、わかりました。ありがとうございます。えきちんさんのワンポイントアドバイスコーナーでした。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、はい、改めて音楽カップに戻りますが、はい、ちょっとね、冒頭でもご説明させていただいたんですけども、この音楽カップ、グランプリですね、上半期のグランプリ、投票の締め切り時間が本日の24時、深夜の24時までとなっております。はい、冒頭でも注意させていただきましたが、お時間ギリギリの投票になるとですね、例えば投票が間に合わなかったりすることもございます。はい、ですので、できるだけお時間に余裕を持って投票を、お願いしております。よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、改めて本日6組のご出演者、楽曲名とバンドさん、アーティスト名ですね、はい、ご紹介していきます。1組目にご紹介させていただきましたのが、バンドさんでした、クラリアさんです。楽曲が、ミュージックビデオ「杯」という楽曲ご紹介させていただきました。続いて2組目です、シンガーソングライター、京都出身京都在住の方でございます、大山洋平さんです。楽曲が、オリジナル楽曲の「ジェリービーンズ」という楽曲ご紹介させていただきました。続いての、アーティストさんでございます。こちらもシンガーソングライター、盲目のシンガーソングライターharu.kobayashiさんです、楽曲がミュージックビデオ「一休」という楽曲ご紹介させていただきました。続いて4番目、楓春人さんです。楽曲がミュージックビデオ「愛なんて」という楽曲をご紹介させていただきました。続いて5番目です。女性のシンガーさんでございました。泉梨沙さんです。こちらはカバー楽曲「恋色に酒」という楽曲をご紹介させていただきました。続いて最後のアーティストさんです。ロミーさんです。はい、楽曲はこちらもカバー楽曲「スリーピング・ステラ・ライト」という楽曲ご紹介させていただきました、以上6組のご出演となります。はい、こちらのね今生配信させていただいておりますが、こちらの、番組は、アーカイブも残ります、こちらが、番組終わった後でも、巻き戻して、見たり、できます、本日ご出演いただいた6組何回も繰り返し見ていただくことが可能ですので、何回でも、もちろん、楽しんでいただいて、投票するアーティストさん決めていただければなと思っております。はい、というわけでございまして番組はこれで、以上とさせていただこうと思います。池陳先生本日も、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、番組を終了とさせていただきたいと思います。MC を務めさせていただきました、ミュージアム局のチャロでした。ご視聴いただきありがとうございました。